巻き起こせ琉球旋風、 FC 琉球対大宮アルディージャ、明日昼1時キックオフ。自分の特徴をいかに出すかが課題なので、やっぱり裏への抜け出しだったり、ボールもらったらシュートを打つだったり、そういうゴールへの執念というか、まずボールもらったらゴールを見るっていうのは意識してやってます。 FC 琉球の注目は上條聡輝選手、現在22歳、チームの若きエースストライカーだ。やっぱり背丈がないので、どうしても相手を背負うことは苦手ですけど、やっぱり俊敏性だったりスピードだったり、そういうのは自信があるので、そこが自分の持ち味かなって思います。やっぱ去年3年間ぐらいはやっぱなかなか点が取れずに、今年急にこういうふうに点を取れてるので、そんなに大きく変わったことはないですけど、やっぱりゴールへ向かうっていう気持ちが、それが8ゴールにつながってるのかなって思います。勝負の年2019年、チームで一番成長を遂げたのは間違いなく上條選手だ。ウェイトトレーニングを積み、相手に負けない体を作り、何より顔つきが鋭く変化した。まあ、チームとしては絶対に残留することが目標ですし、個人としてはまずは2桁取って、それ以上また目指せるようにしっかり強い覚悟を持ってやっていきたいなと思っています。サイドバック西岡大志選手、彼もまたチームに欠かせない存在だ。まあ、求められてるっていうのは、本当にどんどん走ってクロスを上げるっていうところなんですけど、まあ、そこが本当に自分の武器だと思ってるんで、どんどん走って、誰よりも走ってクロスを上げて守備で体を張るっていう部分が自分の特徴だと思ってるんで、そこを本当に誰が見ても分かるようなプレーをしていきたいっていうのを心がけてやっています。この日練習を除くと、西岡選手が人一倍声を出していた。チームメイトを鼓舞し、自分を鼓舞する。今練習からもう本当に試合をイメージしてやることが大事だと思ってるんで、自分が本当にこのチームの殻を破るぐらいの勢いで練習からやってます。まあ、楽しむのが一番なんで、楽しみながら、今この苦しい状況でも楽しみながらやっていきます。はい、試合は明日昼1時キックオフ。皆さんも会場で盛り上げましょう。